おはようございます。おはようございます。ドライブ犬飼宮城です。はい、違った、犬飼実です。はい、前田前田みたいになりましたね。前田前田山田山田はい、まあそう、はいはい、うん、まあこれといって別に喋ることもないんですけど、うん、はい、じゃあ今週も張り切って、お、今日で、今日って4月1日なんですよ。はい、4月1日といえば、うん、何ですか。この店がこっちに移ってきて、うん、この店がオープンしたのが4月1日でしたね、うん、6年前の今日です。はい、はい、もう6年も経ちました。そうですね、はい、じじいになりました。なので八代くんも6歳になりましたね。ね、はっちゃんってことで、今週も張り切ってあれですね、Vlog などをスタートしていきたいと思うんですが、はい、最近なんか面白いもん入ってきてないね。また呪いのように、うん、プロミューローター、はい、が入ってきてますね。これ何？ああ、92のカーボンのオートテクニックのやつですね、うん、はい、はい、やっと入ってきましたね。はい、ということで、はい、張り切って働いていきましょう。はい、電化か。ってことで、あれですね。え？あれですね。何ですかあれって？この白いやつですね。うん。鼻毛と鼻毛が今日も格闘しておる。はい。急にあるあるさんですね。これはもう古いんでハゲてくるというやつで。はい。これが気になるということで。今は、今はでなし。もう交換しましたね。キャーボンです。オートテクニックのキャーボンです。キャーボンになってますね、はい、ついでに M ボタンとスタートボタンも赤くなっております、はい、そして、うん、何がめんどくさいって、これが一番めんどくさい GCT のノブなんですけど、ここもキャーボンにせえということで、はい、ごっそり交換タイプなんですよ、うん、なのであのように何もあるんでしょうね、あの配線全部一個ずつピン抜いて、我々には見えないです、はい、全部ピンを抜いてちなみにあれだけじゃないですからね、配線、うん、あのカプラがあと2つくらい全部ピン抜いて、うん、スルスルっとこれ通し直して、なるほど、交換をするっていう、かなり面倒くさいですね。はい、そうです。ここからね、うん、そのカプラを抜いていくんですけど、この大きさしかないんで、うん、抜けないんですよあれ、うん、大変ですね。大変ですよ。はい、まあでも上から貼り付けるタイプのやつはね、ちょっといまいちなんで、総力にだね。だから、まあ手間やけど、それなりに工賃はかかりますけれども、やっぱりこだわりユーザーなんでね、やっぱ触るとこですからね、うん、質感のいいものをということで、ご入れいただいてますから、バッチリ仕上げておきますんで、大変です。昼寝しに行っていいですか。やっぱり埋められますか。埋められる。仕事してください。埋められる。はい、あの岩盤浴みたいなやつ。もうその続きはいいです。もう何、波打ち際ギリギリでこうだんだん満ちてくる時間帯にこう埋められて沈んでいくやつ。一晩考えたんですね。本題に行きましょう。はい。ということで、M4 はね、うん、はい、大人気な LCI テールに交換中でございます。はい。はい、まあ、後期のテールとヘッドライトはかっこいいですよね、うん、でも後期を買ってしまうとオイルパンはアルミになって、うん、プロペラシャフトは鉄になります、うん、前期を買うとオイルパンはマグネシウムで、うん、プロペラシャフトはカーボンです、はい、さあどちらがいいんでしょうか、はい、お好きな方でいいと思いますということで、アウディの台帳はブレーキパッドの交換ですね。こちらも絶賛大人気なドラミオに、遅れてドラミオに参戦ですね、はい、アウディ代表意外と遅れてますね。なんかこの間一緒におかこげた時に、うん、お前のパッドなんか調子いいらしいな、うん、もうわしのもあるんか、はい、って言われてご用意させていただきました。はい、はい、ということで、じゃあ
キャリパーももうこっちに変えた方がいいんじゃないですか。いや、変えないといけない。え、フロー5000ついてるのに、うん、こっちの方がいいと思うよ。セットじゃなくていい。セットじゃなくてもいいと思う、うん、まあストリートユースだったらこっちがいいですけどね、うんうん、はいはい。あ、でもこれもね、これもあのもう一丁偉いのもあるし、うんうんうん、もう一個さらにもう一個これよりも偉いやつもあります、うん、アルコンベースのやつがね、うんうん、そっちに変えよ、こっちに変えよ、うん、それがいいと思う。言うとこ。ということで、はいはい、まあまあ、ライトなチューニングからハードなものまで、はたまた、まあ、改造でも、はい、何でもお任せください。閉まりましたか。閉まる？緩めてるんですよ。緩めてるんですか。今日はカエルさん、はい、本物のセンターロックやったらパリパリってやったらいいんですけどね。本物、本物、本物っちゃ本物やけど。違うんですか。あ、まあ、アルミやからね。あ、そういうことですね、うん、はい、レーシングカーのようには外せない、うん、二人必要。厄介な子です。厄介。パンク修理だけでどこにいても呼ばれるパターンですよね、うん、これ。その長い金棒みたいな。ホイール外してっていうので呼ばれるやつです、はい、うん、でもかっこいいですね。いいですね。かっこいいですね。もうそろそろ晴れるんじゃないですか。晴れる？はい、まあ、晴れてきてますね。あの降りてきたんで、緑。そうでしょ。通緑。通緑。通ケロケロ。通ケロケロ。ケロケロ。はい、こちら本物ですけど。はい。こっちは見た目はぽいですけど、偽物です。偽物です。風ですね。はい。そして。はい、絶好調ですね。絶好調。絶好調ですよ、もう静かなし、うん、前はエンジンがブルンブルンってなってましたけど、うん、もうこれ今ピターってこう、はい、ピターって、素晴らしいですね。止まりましたね、はい、素晴らしいです、はい、この後まあ、試走してなんだかんだチェックして、うん、OK であれば最終に仕上げていくというところ、はい、もうちょっとですね。おー、なんかかっこいいね、久しぶりに出ると。久しぶりに日光浴してますね。だいぶ誇ってますね。はい、まあ、何がかっこいいって俺の、うん、俺の緑が一番かっこいいね。緑対緑ですか、あれって。え、緑対緑、はい、もしケロケロやからね、うん。その人もだいぶ誇ってますね。そうですね、はい、なかなかこう、うん、下ろせないですからね、下に結構入ってると。これも転がす準備をしとかないといけないです。はい。ということで、はい、こちら本題はこちらですよ。こっちです、はい。このケロケロさんは、はい、今からこのカーボンのブレーキパッドを交換していきます。はい。はい。ということで、実は、うん、ポルシェのテスターも持ってます。実は。はい。ないとこれ、はい、ブレーキパッド変えれないですか。あ、そうなんですね。そうですそうです、うん、そうです。あのでかいブレーキついてますけど、まあ電子パーキングなんでね、うん、ちゃんとテスターで今からパッド変えるよっていうのを教えてあげないと、はい、それ無理やり変えて変えると壊れるんですよ、うん、お、はい、いちいち言ってあげないといけない、ね、言ってあげるんですよ。いいですか。そう、変えますよ。変えます、はい、変えましたよ。割とこの子でケロケロ大変なんですよ。え、世話焼けるんですよ。世話焼ける、はい。ということで、うん、ついでに車庫段にしよっかな。やってきますか。出たん、べっこべこにも。ここから帰れぐらい、そっから出れませんよぐらい。で、衣装類でこの人。そうですね。身柄確保する。はい。はい、ということで、はい、はい、たまにポルシェもやります。はい。何でもご相談ください。はい。今日、宮城カサカサです。潤いが足りてないんで、ええ、またなんかこっち口内炎できて、はい、めちゃくちゃ滑舌悪いです。ダメですね。
ダメです乾ききってます、はい、乗りたい、あれですか、乗りたい、犯人はあれですか、はい、はい、先週もその日だけ豪雨でした、はい、来週も行こうと今企んでるんですけど、うん、雨っぽいです、はい、それも豪雨っぽいです、あれなんでなんで火曜日水曜日に豪雨なんですか、どうしてでしょうね、一日待ってくれるかした方がいいんじゃないですか、遅らせてくれた方が、はい、ねえ、はい、このまま行ったらさ、うん、夏になってしまうやないか、はい、その前に梅雨っていうのがありますか、ケロ気温が上がってきた状態で走ると宮城もっと干からびていって、もっとシワが増えるじゃないですか、うんうん、嫌ですわ、もう、はい、やだわやだわってことで、はい、今日も 92M さんですね、うん、今日もです、はい、もう説明必要ですかこれ、一応一応、はい、一応一応お願いできますか、一応ですね、はいはい、まあスロワクさんですね、うん、スロワクさんですね、はい、死んじゃってるので、うん、はい、ロングセラーベストセラーな、はい、ドライブ印のオーバーホール強化品に交換していきます、はい、まあ、あのうちのね、うん、オーバーホール品を使っていただくと純正の半額ですので、うん、とてもリーズナブルです、なんて素敵、はい、ってことで、うん、なんかメンテのしがいのある急にですね、うん、なかなか汚いですね、なかなか汚いですね、茶色ですね、なんか裏でなんか BBS から電話が鬼電してますね、はい、仕事中やねんつって、うん、なんかあテロテロです、テロテロ、はい、まあここはね、うん、うちで2個交換していただくとサービスでスロットルもクリーニングさせていただくんで、はい、お客様はなおリーズナブルでお得になります、うん、ドライブ的にはあのサービス作業なんで売り上げが下がります、はい、なので仕事くださいもっとください、潰れてしまうので、はい、ということでバシッとこちら仕上げていきたいと思いますの で、あとまだね、一番入庫の原因は一番はここではなくて、まあ、別のところにあって、まあ、それの原因も追求できたんで今部品待ちでということで、まあ、日本にね在庫がなかったんでドイツから取り寄せてるっていうところで、まあ、先にできることから今進めていくという感じで、はいはい、やっておりますのでもうしばしお待ちください、はい、はい、こちらの Z4 は、はい、冒険の某 BMW ディーラー様からのご依頼で、はい、ありがとうございます、遠方よりも、はい、ありがとうございます、まあ、これから販売するにあたって、なんかいろいろコーディングされててよくわからないんでノーマルに戻してくださいということで、はい、ノーマルに戻させていただいております、はい、はい、最近ちょこちょことですね、うん、BMW から、うん、たまに技術相談を受けることが増えてきました、ね、お誠にありがとうございますということで、うん、はい、まあ、大体 DCT ですけどね、はい、DCT と、うん、S55 のクランクハブについてよく質問をされることが増えてきました、うん、はい、ということでご遠慮なくディーラーさんの下請けもやってますんで、はい、ご遠慮なく、全然遠慮なく、あの、はい、中古車さんの下請けはしませんけど、はい、はい、あのディーラーさんの下請けはやっておりますので、うん、はい、ということで、はい、何でもお任せくださいということで、はい、こちらの給任も、はい、せっかくなんで下回りを多分オーナーさん見たことないでしょうから、うん、違う給任知らないので変わってました、はい、変わってます、黒いの変わってますよ、はい、はい、そうですね、はい、先ほどもさっきまで急に乗ってましたけど、うん、あれは白でしたね、はい、黒に変わってます、知らんまに、はい、こちらも作業がとりあえず終わったんですけれども、はい、まあ、やっぱりねいろんなとこからオイル漏れはしてます、うん、エンジン周りね、うん、まあ、ただミッションとか、うん、デフは微妙やな、前からうん、若干滲んでるような気もしなくもないけど、はい、ひとまず様子見かな、そうです、これといって
もうボディはいいんじゃないでしょうか。はい、はい、強いて言うなら、まあ、食がノーマルなんで、これがあえて違反かなぐらいで。そうです。故障してます。故障はしてない。故障はしてない。壊すな、はい、人の車壊すな、はい、失礼な本当に、はい、今日も毒舌ですね、はい、まあ、それぐらいかな、うん、まあ、ちょこちょこっと免停したらパリッとするでしょうね、はい、はい、まあ、今回あの燃料、エンジン系は、はい、エンジン系はつってもあれかスラック変えて、うん、ぐらいですけどね、まあ、プラグもその時ついでに見させてもらったんですけども、うん、まあ、全然綺麗だったんで、うん、はい、まあ、当分使い交換されて間もないかなと思うので、その辺のコンディションが良かったというところですね。なので近いうちにこのオイル回り、オイル回りじゃない、オイル漏れね、うん、オイル漏れはしっかり直してやった方がいいかなと思います、はい、ということで修理でも改造でも何でも任せてください。何してるんですか。何してるんですか。チョンパ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 。え、韓国の人。チョンパ。チョンパ。チュン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 何やってんですか。チュン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 。ええ。見ての通り。うん。で、それをこのまま切り終わる。なぜに。なぜに。そんなこと知りたい。いや、それは仕事なのか遊びなのかが知りたいです。じゃあ聞きますよ。ええ、はい、聞きますよ。ええ、ここのオイルパンをしてます。うん、3段用意されてます。はい、切ることない。切らないよ。切らないよ。切らない。切らないよ。なんで。切るものと、ええ、ね、ええ、切る道具と切るものがあるから、ええ、切ることない。切らないよ。まな板あります。はい。ネギ置かれてます。はい。包丁あります。うん。切ることない。それは切る。だろ。はい。でもね、ネギはね、意味があって切るじゃないですか。これは何か意味があるのでしょうか。これ意味ですか。はい。そこですよ、金本が聞いてるの。ええ。あるよ。あるよ。あるよ。だいたいこれ。あるよ。はい。牛乳の。うん。変な形してるやん。はい。こっち前が木を切るな。うん。こっちからこうドボッと入って、うん、ドボドボッと来て、うん、こうもう一個ここから、もう一個ね、うん、ここから2階建てになってるんですよ。ここにハマってるんですよね、うん、ここはね、うんうん、で、ここにガボンとボンボンとが入って、うん、メインのエルコンで、ここからエンジンを吸い上げてるんですよ、うん、ぶっ飛ばすやん、みんな、うん、じゃあ加速の時はオイルパンがこうなって、うん、オイルがこっち行くでしょ、減速してるでしょ、うん、横陣かかるとこうなって、うん、ってことはオイルは動いてるわけですよ、はい、動くとどうなるんですか。ちょっと待ってくださいよ。動いてしまう、はい、ちょっとこれ、はい、動いてるよ、うん、こう動いてるわけですよ、動くと、やりすぎると僕らの腰は痛くなる、痛くなる。ここで揺さぶられてる、うん、オイル、ええ、分かりやすく言うとカフェラテをこうぐるぐるぐるしたらどうなってますか。カフェオレになるでしょ、うん、泡立ってるでしょ、ええ、泡立つんですよ、ええ、それキャビテーションって言うんですよ、うん、エアが噛んだ、はい、キャビテーションが起こってしまうと体に起こると脂肪が燃焼しますね。体に起こるとですね、もうそうやね、そうやね、オイルポンプが10吸いたいのに、うんうん、9.9 かもしれんや、はい、9.8 かもしれんや、うん、でも中のエンジンの機械たちは10のオイルを欲しがってるんですよ、ええ、で10の油圧を欲しがってるんですよ、うん、足りなかったらどうなりますか。カサカサやのにファンデーションがいつもより少なかったらどうなりますか。塗りそくっとる。塗りそくっとるじゃなくて塗っとんじゃなくて潤いが足りないでしょ、はい、潤いが足りなくなるんですよ、エンジンの中も、うんうん、だからここをぶち切って、はい、うん、打ち切るだけじゃないんですよ。打ち切るだけじゃないんだけど、うん、まあバフルするかですよ。オイルパーのバフル、もう一個壁と部屋を作ってあげるんですよ、うん、極力こうオイルが動いていかないように、
そこにこう滞留するような形で、はい、壁を作ったんです。あの君の大好きな防波堤です。あ、防波堤です。防波堤を作ってあげるんですよね。はいはい、君はここにいなさいと、うんね、君は座れるためにこの部屋にいるんだから、うん、ここから動くなと、はい、いう形でを作るために、まあ、オイルバーのバッフルっていうのかなと、うん、まあ、こんなはるか昔からもうあの国産でも何でもみんな走る人とかでやってますよね、うんうん、でまあ、僕の給料もやってるんですけど、うん、そろそろもう僕らも あと10年生きるか生きんかぐらいの年になってきたんで、ええ、予備のエンジンをそろそろ作り直そうかなと思って、うん、ごぞごぞ準備しようかな、はい、ね、うん、僕のまともなオイルパンは、ええ、お客様がとあるところでオイル交換をしてこうね、こんな風にぶち壊されたんで、ええ、まあ、これも直さないかんですよ、うん、僕優しいからあげたんですよ、うん、これ買ったら今30万超えますから、はい、30万超えるんですよ、欲しいですね、これね、でも直すついでに、うん、まあ、やっとこうかなと思って、はい、だからバッフルやるのと、うん、まあもう一個ね、どうしようかな、電動オイルクーラーをやろうかやらないか今考えてるんで、うん、まあ、それもできるようにちょっとフィッティングが取り付けできるように加工しとこうかなとか、はい、まあ、あとあれですね、Q2 とか、まあ、今の BMW 全部そうですけど、うん、オイルの量を見るのいちいちこうモニターで見ないかんじゃないですか、うん、リップスティックないんで、はい、で僕はアナログがいいんで、うん、まあ、リップスティックにつけようかなと、はい、いうところで今加工してます。で分かりにくいと思うんで、うん、どういうものができるかというと、こちらへどうぞ、はい、めっちゃキラキラですね。かっこいいよねうちの店の壁みたいにかっこいいよねこうやったかな、こうやったか忘れたけど、ええ、これが中に入るわけですよ、うん、これさっき切ってたところがあるからこうなるね、うん、こういうふうに、うん、こういうふうに、うん、オイルが入っても出ていっても蓋が閉まったりとかこうする構造になってるんですよ、うん、こっちにもこれそうで壁を作ってあげることで、うんうん、見えたかな、はい、うん、今自由に行ってしまうよ、わーってこう、うん、幼稚園児が用意どんで遊びに行くような感じで、そうですね、うん、それを制限してあげる、はい、ね、うん、だからこの辺におったら、うん、ここで吸ってもうちょっとこっち向けて、うん、やうちがあの開き開きが、ああ開き開き、うん、そうそう、あそうそう、そういう、はい、まあ、要はこれがなかったらね、うん、こんな形してるから、ええ、ここら辺で遊んでるやつが多いわけですよ、うん、ね、うん、これこいつら吸い込まれたくても、うん、ここにしかないから、ええ、吸い込まれない、うん、もったいないでしょ、うん、っていうことです、はい、そういうことによって、まあ、安定した油圧とね、うん、潤滑性が保たれるということで、うん、はい、全く今日もね、うん、マニアにしか分からんことをやってるわけですよ。かなりというか、まあ、マニアックです、はいはい、僕が楽しんでやってるだけなんですけど、そうですか、笑ってますね、また遊んで床をしてるけど、うん、はっきり言いますよ、はっきり言ってくださいよ、僕が正々堂々と車で遊ぶために、ええ、急に M3 で遊ぶために、ええ、この会社をやっているんですよ、知ってます、そこを勘違いしちゃいけないですよ宣言します、はい、僕は自分が遊ぶために車屋さんしてますからね、もう社訓かなんかにしますかいや常に言ってるけどね、はい、包み隠さず言ってますよ、そうですね、はい、そうですね、はい、何ですかそれだけ僕はあのユーザーに近いということです、はい、その辺に来てるお客さんと変わらないですね、そうですね、はい、ということで、はい、今日も楽しくね、はい、楽しいことやってるんですよ、密かに、はい、今いつできるかは知らないですけど、そうですねこれは、まあ、ごぞらやっていこうかなと、ってことで、今なんかちらっと見えましたけど、うん、これぐらいのなんか、うん、ドラゴスタみたいな箱をあの男運んでってましたけど、持ってました、はい、なんか久々のドラゴスタですね、あ、はい、似合ってしてました、はい、ということで、はい、
こちらもご紹介しておきましょう、一緒に、うん、アウディの RS3 です、はい、偉いんですか偉くないんですか。偉いです。偉いですね、はい、偉いですね、偉いやつですね、はい、こちらなんと、うん、お客様買って、うん、見てもないですマジっすか。まだ納車されてないです。あ、納車の途中でここで寄ってます。新しいパターンですね。はい、はい愛知県で買って、愛知県からここまで来て、うん、これからうちで整備をちょっとチューニングをして、うん、はい、で納車という流れ。お、新しい、まあ、たまにいらっしゃいますけどアウディでは初めてですね。そうです。BMW ではちょいちょいあります、ね、はい、という形で、メニューとしてはまあコーディングと、うん、エストロ3 DSG のオイル交換、オイル交換、はい、で、この人、この人誰ですか。この人ですか、はい、この人は、うん、これを支配している人です。エンジンを支配している人です。支配人です。支配人です。この支配人と僕は交渉して、このエンジンが隠し持っている潜在能力を解き放たします。はい、天使から悪魔になります。悪魔の呪いをかけると。はい、はい、まあ、要はコンピューターのチューニングをするということですね。はい、はい、いう形で。え、はい、まあ、お手元に届くまではもう少し時間かかりますけれども、はい、はい、しばしお待ちください。はい、なんや。なんや。なんや。一発は鏡開きですね。はい、開けました。開けましておめでとうございます。おめでとうございます。あんま知らないでしょ、みんな。結構ごついんですよ、オイルパルトコって。ほう、結構ごつい。これこんなになってます。うん、こんなになってます。見てください、ほぼ初公開です。この家、はい、こうね、こんな感じでこう入って、無駄な部屋がだいぶあるでしょ、これ。うん、これ映る、これ、この奥とか。よいしょ、柱が立った。無駄な柱があるでしょ、はい、まあ、あの辺とかにね、うん、いてる人たちも、お前そっち行くなって持ってきた方がいいな。はい、持ってくるの、しばしば。ちょっと急いで。もうちょっと切らんと入らんね。はい、ちょっと切らんと入らんね。こうか、もうちょっと切らんと、これ、うん、こうね、こういう感じで切らないと入っていきませんが、ええ、こういう感じで、こういう感じですね。うん、ここに常にこう水分を溜めておく、うん、逃がさない、はい、もう種元に選ばれたらもう大変みたいな感じです。はい、ちょっと厳しい姿勢でね、ちょっとね、撮ってたね、はい、これしっかりやっ、これね、うん、まあ、うちではアルミ溶接できないから、はい、アルミ職人とかに持っていくんですけど、はい、これをやっておかないとですね、うん、機嫌が悪いんです、職人。はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、やってます、はい。後部座席で何してるんですか。なんでそんなに君は僕のサボってるシリーズを見たがってるのか。やっぱ世界の皆様に宮城は遊んでるのか、だいだい仕事をしてるのか。世界の人は見てない。誰やお前。日本人ですから多分分からへん。仕事してください。仕事はしてますよ、はい。サーキットデビューしたいということで、ええ、僕の賞味期限切れのベルトをプレゼントしました、うん、とはいえ僕は公式戦に出るわけじゃないんで別に非常に問題はありませんけれども、はい、結構使ったよ僕このサベルトの4点、うん、何年もんかなこれ、
多分15年もんぐらい。宮城の汗が染み込んでるやつですか。汗、そうですね、染み込んでるかもしれません。はい、汗というか呪いですね。呪いですね、はい、締め付けられますか。はい、ってことで音が良くなりすぎて、うん、クレームをいただきました。いただきました。なん、はい、じゃこれはつってクレームを、アクラコ付きの台車を貸してたんですけど、はい、ご想像にお任せします。何やでこれ。え、何言わんの。ディスれないんで、そこは、そこはね、アクラポはアクラポでいいところがあります。うん、そうです、これはこれでいいところ、はい、解読していただけたら。好みの問題がありますから。ということで今日は L ですね。 L ですね、はい、はい、L の A ですね。 L の A ですね。 L を A してます。 A、はい、A、 まあ来年とですね、はいはい、前回ね中古のタイヤでなんですけど、うん、相談を受けて、うん、まあ、ちょっとあの斜めに走るから直してくれることで、うん、ライブで撮らさせてもらったんですけど、まあ、その時言ってたんですよ、うん、タイヤ中古なんで、うん、多分新品変えたらまだずれるからねっつって、うん、その時また言ってんっつって、変、うん、えたら案の定ずれました、うん、でしょっつって。そうです、そうですね、アライメントとかね、はい、そのジオメトリのセッティングをする時っていうのは必ず新品タイヤ、これは基準です、うん、基準です、基本です、はい。ずれたままで、ずれというか中古のタイヤで取ると、うん、中古もその、ね、絶対片べりっていうのはどの車もノーマルだろうが何だろうがしますんで、はい、こけましたね。こけました、はい、野良をこくと大体合います。はい、そうですね、はい、日々野良をこくから君はそうなるんだっていうことを注意してるんですけど、はい、聞いてないからああなるんです、はいはい、ね。はい、もう話がずれたやないか。本題に、要は僕らの、僕らもまっすぐ立ってるようですけど、僕は多分かなりずれてるんですよ、うん、これアライメントがずれてるんですよ。アライメントというか、まあフレームですね、はい、うん、フレームがフレームがずれた状態で整体とか張りとかしてもらってるんで、うん、多少は戻りますけど、うん、所詮ずれたものはずれたままなんで、うん、ずれた状態でのアライメントを調整してるという状態で、うん、まあ、それが中古のタイヤの状態ですよということです、はい、で新品に変えたらやっぱり新品の状態で合わせてあげるっていうのが非常に大事なんで、はい、アライメントを取る前にタイヤを変えましょう、はい、タイヤを変える前にアライメントを取りましょう、はい、どちらでも構いません、はい、どちら基本的には新品がいいですよ、はい、タイヤ新品、ホイールも新品、うん、ドラゴスタも新品、うん、これでアライメント、これが完璧です。パーペキです、ね、パーペキです、はいはい、ということでよろしくお願いします、はい。めっちゃ真剣ですね。真剣よ。老眼鏡をかけて。見てこれ。はい。これぐらいの仕事何で。はい。見える状態。真剣にしとんのにやめてくれる本当。ぶっ飛ばしたらどうするの？コンピューター。やめて。そんなこと。恐ろしい。何が大変で見てこのちっちゃいピューン。ボートするときこんなの。難しいね。俺の7つ道具、7つ道具あんまり使わんけど、うん、ということで今日はね、こちらの、うん、これかけて遠く見たらもう大ごっちゃ、これ気分がある。R3 ね、え R3、 他店で購入されて、うん、うちでなぜか納車前点検整備改造をして、はい、お届けという、うん、はい、パターンでございます。ということでこれから DSG のね、はい、フルード交換ですね、はい、一緒の、まあ、BM でいうと DCT ですな、うん、はい、のフルード交換およびフィルター交換で同時に DME 早くしといてください。そして静香ちゃんとパリパリと、はい、ってことでやってます、うん、はい、年は取れたくないもんですね。切ないですね。どっかあのオートフォーカスの結構明るめのレンズ交換してくれる業者さん、うん、ね、いらっしゃらないですかね。いや、レンズ業界今大ピンチなんで。大ピンチやね、レンズ業界ね、はい、そうやね、はい。ということで、え、はい、これでちょっと DME 芝居ときますんで、はい、しばしお待ちくださいやし。はい、お願いします。早くしすぎてしもうた。早い楽しいね、やっぱりね、RS3、うん、このサイズであのエンジンだからね、いいね、うん、いいね、
いいんですけど、はい、怖いです。やばい。タイヤと足とブレーキパッドをやりたいかなという感じで、うん、まあ、一応まあ、一番の目的はね、ご近所さんに、ご近所様に嫌われるコールドスタート、うん、仲良くしたいので、うん、これをキャンセル、はい、これが一番です。なんかあれですね、標語みたいになってますね。はい、それをするには、はい、漏れなく速くなって、うん、バブリングオンしてしまうと、はい、いうことで、うん、はい、で合わせて DSG のね、オイル交換させてもらったので、はい、まあ、合わせてねクラッチの調整だったり、うん、キャリブレーションだったり、うん、メコトリのクリーニングだったりしてるんで、うん、すこぶるバスバスに来るんですよ。はい、はい、ということで、うん、気になる皆さん大好きな、うん、バブーちゃん、ちょっと後ろ、まあ、バブーちゃん、これちょうどいいですよ。これアウディスポーツで出てます。アウディ、そこを取りながらこういけるんじゃないですかね。はい、こんな感じです。ちなみにこれはフルノーマルマフラーです。おお、はい、そうなんです。はい、ということで、うん、アウディも任せください。はい。